日本銀行那覇支店、松本浩一支店長は10日、9月の県内金融経済概況を発表した。県内人口の増加や観光需要、雇用と所得環境の改善を背景に消費が堅調に推移していることから、県内景気は50ヶ月連続で、全体として拡大している、と判断した。先行きも、引き続き拡大する可能性が高い、とした。個人消費、百貨店、スーパー売上高は旧盆の後ずれに伴って食料品などの販売が伸び、前年同月比12%から4%増だった。コンビニ売上高は新規出店効果や弁当、飲料などの販売が伸長して同10%から2%増となった。自動車販売台数は同0%から4%増加し、家電製品販売額は同5%から6%増だった。観光、入域観光客は個人旅行を中心に、国内客、外国客ともに前年同月を上回った。主要ホテルの客室稼働率は89%から1%で那覇市内ホテル、リゾートホテルともに前年同月を下回り、全体で1から3ポイント減だったが、高い水準を維持していることから、懸念材料はない、とした。建設、公共工事保証受け負い費体は、那覇空港関連工事の反動で前年同月比38%から3%減だった。主要建設会社受注額は公共工事、民間工事ともに前年同月を下回り、全体も同 53%から6% 減となった。